千王は、衆朝の、第十一大王。父の霊王は、全842年に逃亡し、以後は、王が、不在のまま共和制が敷かれていた。紀元前828年に、霊王が崩御した後、霊王の子である姓が王として建てられた。治世前期は、衆の抵抗、飯の牧抗、タスク製都市国政が中興し、千王中興と称される時期を築いた。 他にも、信仰諸行として、弟の王子ともを丁に封じたことが、自責として挙げられる。他方、軍事面では、旗中や森白といった大部たちに命じて、積極的な異民族性抜に乗り出したが、こちらは徐々に劣勢となり、紀元前789年の中年の役で今日、恵比寿に大敗するなど、あまり思わしくなかった。治世後期には、 政治面でも霊王に見られる、君主独裁化が進み、炉の軽視問題介入、森白の処刑など諸行への圧迫を強めていったため、周王朝の求心力は徐々に低下へと向かう。その末路は定かではないが、牧師民期編によれば、森白を処刑した3年後に、鬼神の力を借りた森白によって射殺されている。賛否両論の分かれる王ではあるが、結果から言えば、 父の霊王やこの竜王と同じく、周王朝の滅亡を早めた、暴君、暗君と言わざるを得ない。文化面ではこの時代、宙により、市中編が表され、書体の一つの大点にあたる中文が出来上がった。ありがとうございます。